こんにちは。米食味鑑定士の渡辺米国の渡辺誠一郎です。今回は当店の無農薬一目惚れの生産者の松江さんのところにやってきました。松江さんは第1回のいっちゃんうまいコンテストで優良賞を取られた方です。松江さんの作る一目惚れは本当に美味しいです。しかも無農薬栽培なので安心です。この地域は福井県内でも自然が豊かで美味しいお米が取れることで有名なところです。とても自然が豊かで山が近く本当にいい場所です。この川沿いにホタルの時期になると平家ボタルと源氏ボタル両方を見ることができます。昨年来たんですが、あまりのホタルの多さと美しさに感激しました。いよいよ田植えが始まりました。今年も昨年以上に美味しい一目惚れができることを祈っています。一目惚れってどんなお米か紹介したいと思います。一目惚れはコシヒカリと同等の粘りを持ちながら癖がなくソフトな味わいなので、どんな料理にもぴったり合います。癖がなく柔らかい口当たりの一目惚れは和食全般、炊き込みご飯、丼物と毎日の食卓でオールマイティーに大活躍。優しい味のお米ですので、おじいちゃんおばあちゃんにも人気です。さらに一目惚れは浸水時間が比較的短めでも美味しく炊ける優れものなので、忙しいママの強い味方です。こちらの松江さんが作る無農薬の一目惚れは第1回いっちゃんうまいコンテストで優良賞を受賞したお米です。5つ星マイスターたちに応募された90品の中から最終6品までに選ばれた福井県で育てられたお米です。今日お米は毎日と言っていいほど食べる日常的な食です。だからこそお手頃価格で美味しい安全なお米を食べたいですよね。一目惚れの誕生秘話として、一目惚れの研究が開発されたのは昭和56年と言われています。寒い東北でも寒さに強く、さらに食味を持ったお米を作りたいと思いから作られました。耐寒性に優れたコシヒカリ、初星を掛け合わせてできた一目惚れは平成3年にデビューしました。問い合わせ、ご質問はお電話でお願いします。フリーダイヤル 0120-379100、 0120-みなくい00 と覚えていただくと便利です。それか福井味覚クラブで検索してください。